をこよなく愛する外国人ジャーニーズとワンダフルな旅へ、レッツゴー、クレワンダーランドジャーニー、プレゼンテッドバイクレシリー、クレシの提供でお送りします。ジャーニーズがやってきたのは大崎下島の御手洗地区。早速オーシャンビューに癒されています。 It's very nice view。 本当にいいところだな。そうでしょう、又畑さん。こんにちは。綺麗なだけじゃないんですよ。実はここ御手洗は江戸時代からたくさんの船が入港してにぎわった港町だったんですよ。 Really? 江戸時代。それに関する資料がね、たくさん残っている展示館がありますのでご案内します。お、ね、サンキュー。御手洗港の目の前にある江戸港町展示館。かつて御手洗が風町の港として発展したことや交易に関する古文書など様々な資料を展示しています。お、It's wonderful。 もしかしてあれは江戸時代の船？そうです、これが北前船といって、かつてこの港にたくさん入港していた船なんです。ここには当時の写真も残っているんですよ。 That's great。 木造建築は素敵ですね。ここは若恵比寿屋跡といって、かつて御手洗で最大のお茶屋でした。このように御手洗は瀬戸内の潮町風町の港としての遺構が多く残っていることから、町全体が日本遺産に認定されているんです。日本遺産北前船寄港地戦死集落の構成自治体の一つとして認定されている御手洗地区。北前船にゆかりのある建造物が多く残されており、当時御手洗が港町としてにぎわった場所であることを感じることができます。 How beautiful town。 しかもたくさん歴史が詰まった場所なんですね。そうですね、北前船などの多くの船で栄えた港町、日本遺産御手洗をたくさんの人に知っていただきたいです。素晴らしい日本の景色、御手洗、私も発信します。よろしくね。町全体が日本遺産に認定されている御手洗地区。北前船が運んだ多くのにぎわいの名残を Let's feel it。11月6日から21日まで日本遺産ウィークを開催します。普段見ることのできない文化財を期間限定で特別に公開。呉の歴史を巡って体感しよう。